アブディラシット・アリー・シェル・マルケは、ソマリアの政治家。同国の第二大大統領、第二大首相を務めた。1919年、オビア地方のハラデレで生まれ、モガディシュで育った。母親は、ミドゥガンの身分だった。イスラム神学校に通い、1936年に初等教育を終えた。はじめは、貿易省であったが、イタリア領時代には、公務員となった。 1943年、ソマリ青年同盟が設立されると、シェルマルケはすぐに、これに加わった。1944年、イギリスの私政下で公務員となった。公務員の傍たわら1953年には、中等教育を修了し、奨学金を得て、ローマラサピエンツァ大学で政治学を学び、同大学を1958年に卒業した。その一年後、 イタリアから帰国したシェルマルケは議員に当選した。1960年7月1日、独立を果たしてソマリア共和国が誕生すると、初代大統領のアデン・アブドラウスマンから首相に任命された。シェルマルケは首相として非同盟、中立の外交政策を追求するため各国を回った。シェルマルケは1964年3月に、 行われた総選挙まで首相職を務め、自身も選挙で再選を果たしている。1967年、大統領選挙で現職のウスマン大統領に勝利を収め、同年6月10日に第二代大,大統領に就任した。しかし、1969年10月15日、干ばつに見舞われた北部地方を視察していた際に、護衛の警察官によって暗殺されてしまった。 シェルマルケの暗殺を契機に、10月21日に軍部によるクーデターが勃発し、目立った抵抗もないまま軍は、権力の掌握に成功した。この時に軍を指揮していたのが、後に大統領となるモハメドシアド・バーレ少将であった。2009年2月14日、息子のオマール、アブディラシット・アリー・シェルマルケが、内戦の続く中で、元大統領の息子という、求心力を買われ、 暫定連邦政府の首相に任命された。首相の台数は独立前を含める。r u l e r s o r,、u l e、r s. g スラッシュソマリア ruleers.org 2020年12月10日閲覧。ありがとうございます。